今日も釣りから帰ってきたな。何も釣れなかったな。ん？なんだあれ。桜の木があるぞ。こんなのがあるんだ。ちょっと行ってみよう。わあ、すごい。めっちゃ綺麗じゃん。わあ。ん？なんだこれ。富の壺のかけら？なるほど。壺のかけらか。なるほど。壺のかけらか。なるほど。なるほど。よくわかんない。茶番はここまでだ。はい、ということでね。ゾンビになりました。私ゾンビになったシースケです。ゾンビなんで、なんか言うかどのり。どうも皆さん、ゾンビになったしーすけです。ということでね、もうこれはまあもう覚醒したんで、もうゾンビになったんで、もうね、もう食えますよね、そんなんね。読んでいきたいと思います。まずはこの人、50人突破おめでとう。どうやったらそんなに可愛くなれるの？急になんか破壊力高い質問来ましたね。やばい質問来ましたね。どうやったらそんな可愛くなれるの？まあこの可愛さの秘訣はとはならないですね。まあそうはならないんですよ。僕自分自身のこと可愛いとか思ってないですし、まあこれ、あ、そういうことか。そういうこと。深読みして、こいつのことを言ってたのか。なるほど。これはね、このぬいぐるみを作ってくれた人に感謝です。え、じゃあ次の質問いきましょう。まあ今の質問はなんか深い質問ですね。深いです。深かったですね。痛い。ということで、さようなら。まあちょっとここでちょっと時間が空いてるので、今回の登場キャラについてちょっと紹介していきたいと思います。はい、イルカです。イルカです。はい、イルカです。イルカのぬいぐるみです。でかいです。でかすぎる。でかすぎます。今からイルカの鳴き真似やります。
今からホッチョクグマン鳴きまねやります。ブー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 。今から犬の鳴きまねやります。今からスライムの鳴き声やります。このゲーミングカレー飯に合ったダンスを踊っています。もうこたーめんもうこたーめんもうこたーめん